じゃあアントニーから行きましょう。アントニーから行こう。最後はじめ社長で、はい、はじめ社長で締めるのマジで。しかもあんたで締める一応あいつ日本一やけど大丈夫。しかもこの映像やばくないですか。本当に大丈夫、バーサレンこれ。いや大丈夫大丈夫、いや大丈夫大丈夫。やっぱあんたって何回見てもおもろいね。スクリーンショットって画面録画できます。じゃあアントニーから行く、はい、アントニーはマジすぐ電話出ると思う。あんたに暇やもん、仕事ないし。そう、あいつ仕事ないし。コラボしようよって言ったのに。ねえ。せっかくしてあげとうのに。確かに。コラボしてあげとうのに。しかも俺がせっかくアナル出しとうのに。間違いない。こんな美味しいことないっすよね。うん、そうっすよ。こんな突っ込んでくださいみたいな。たぶん彼は何か察した。もう一回行きましょう。でも突っ込むこと諦めたよね。合ってる、処理できんと思って。おい、なんだこれ。おい、気持ち悪い。誰のだよ、気持ち悪い。誰のだと思いますか。誰のだと。はい。いえ、社長じゃねえの。社長だと思いますか。ああ、社長だと思うよ。残念でした、僕でーす。大丈夫だね。嬉しくて3分で見たくねえ。アントニーさん最近何してるんですか。いや、何もしてない、普通に。もういい。しかも何もしてないんだ。やっぱり仕事なかった。カメラ。もうちょい。おい。誰のアップだと思いますか。あ、今回違うかもしれないですよ。銀太だろ、銀太だろ。いや、いや、本当にいいっすか。本当にファイナルアンサー。うーん、銀太、銀太。それがもし外れたら1000万っすよ。いや、やるかバカ。いいよ、もう分かってんだ、銀太なんだろ、どうせ。同じなんだよ、同じ。久々の仕事やろ。久々の仕事じゃないですか。久々の仕事？はい。いや、ギャラ払えよ、じゃあ。闇の？闇のお金。うん、もう闇で、いや、いいよ、もう、人の見て金もらえるの最高だよ。趣味？今、YouTube の撮影してて。嘘だろ、お前。仕事で今、あっ出すだ。そう、仕事じゃないとあっ出せんよ。いやいやいや、逆なのよ。出てきたみたいな編集したらブチ切れる。だけど出てきそう。店合1個しようよ。店合1個はやばいって。アントニーを見せよ。そのテレビ電話でアッパーって言ってる時点でもう運転手さんって気まずいんだから。仕事しようと。いや、移動中タクシー、タクシー。ええー、仕事あったんや。舐めてるな。じゃあな。いやいや。いや、おもろい。一番取れなくあるかもしれない。マジおもろい、こいつ。この後にね、はじめ社長来るからね。確かに。はじめ社長電話するよ。とか言って、うんこしたりしたらめちゃくちゃおもろくない。はじめ社長にうんこかけてきた。はじめ社長じゃなくて、俺の携帯に近い。多分さすがに DJ 社長から連絡はビビるやろ。テレビ電話の時点でだいぶ勘ぐったよ。出らんな。出ないからトップ YouTuber なんですよ。いやー、確かに。ガードがね。出ないからうまくいくのよ。確かに。こういう罠に。危機管理能力が完璧だよ、これ。出ないね。誰かいるかな。宮迫さんとかどうなんですか。アントニーと粗品の間に入れましょう。どっちのとにかく壊れてる。一番バーガーされたくない二人じゃん。これ、録画された。もし。あれ？もしもし。もしもし。お疲れ様です。あれ？お疲れ様です。あれ？テレビ電話できますか？テレビ電話？ちょっと待って。どれだ？何してんねん。誰だ？誰だじゃねえわ。見たことあるぞ。おい、見たことあるぞ。タクシーで移動中や、今。大体タクシーで移動してるじゃん。電話しました。電話ちゃうねん。すいません、本当に反省してます。え、何これ今、動画。あ、そうっす、動画っす。電話してみたんです。違います。じゃあ今度僕と一緒に店合いっこしましょう。ゴー。え、変わった。
それはおかしくないですか？それおかしい。こっち見せてるんですよ。こっちばっか見せか。宮迫さん、あれっすよ。僕、チンコ見して、ある見せてるんですよ。しかも、うんこも出したし。宮迫さんもちょっとは、あるぐらいは。確かに。今度、全身脱毛するから、その後でな。あ、ほら約束。それ YouTube 出していいですか？答えにくい言葉で。この場でアップ取るのこれ。わかった。綺麗にしてから見せるわ。うわー、やったー。器が違うわ、やっぱ。じゃあ闇営業はほどほどにな。頑張れよ、闇営業。鬼失礼だよ。鬼傷ついたんだよ、最後の一言。なんで綺麗に終われないんすか。飯田？でも飯田これやること知ってんすよ。確かに、もともと来る予定やったし、一瞬で、なおさら、なおさらやってみて、うん、傷跡残せるか。そうそうそう、傷跡残せるか。傷跡残せるか。じゃあ行きます、飯田。シャ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 。慣れてきた。慣れてる。ああ、何これ何これよくやりえ、何これ分かったよ。何これ海の生き物？おい、分かってるだろ。比較知ってて、その反応は寒いわ。銀貨なほら、分かってるやろ、お前。なんで最初から分かっとったのにさ、知らんふりしたん？いや、一瞬分かんなくても、それで行こうって思っちゃった。あー、取れたか気にしたね。え、お前はそれ何を映したと？お腹え、ちょ。画面隠してた、ちょ。あ、ちょ、見して。ええ え裸え裸裸なんで普通にゴロゴロしてた。お前もはしてたの。ちょっと立ってみて。ほら、立ってごらん。さあ、映してごらん。それ脱いで大丈夫っすよ。いや、かん、大丈夫。もう、あっ、で、動画やけん。もう、お前はプライベートな裸なの。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。なんで全裸がいい？マジで、うん、たまたま裸だったないか。ないやろ。どうですか、1ヶ月振り返って。楽しかったっす。小学生だね。小学生のパス日記なのよ。楽しかったです。嬉しかったです。ドキドキしました。ありがとうございました。ありがとう。